やっぱり家族間の骨肉の争いじゃないか大事さんと、マジマールよ。ごぶとごぶの逆口を交わしてはいけない。というわけで、野良おめえ様と決着をつけましょう。いざ決戦のバトルフィールドへ。おお、さっきはよくもしょんべん引っ掛けてくれたな。海を汚染しよって、もう我慢ならん。アラビアンメータレムリアオーケオーストリア公爵と、ゴキブリメータ闇おばさんの連れ子のノックス、どちらが真の王女か。この微妙な見た目は、たまげたなぁ。腕はイカ、頭はつくね、胴体はウツボ。悪魔合体に失敗したのかな。ともあれ闇一家の最後の娘です。これを撃破すればお家団結待ったなし。キャスト妨害虫のエリクターをガブ飲みし、一気に腕を潰してダルマ肉トレイにしてやるのじゃ。コエンガスは全体物理。瞬間とかしたアタッカー、やったんでタイダルウェイズはヤバいっすよ先輩。バッキたちが1ターンで倒され、ただの物理攻撃じゃねえか。こんなコケをどしにビビるわけないよな。攻撃、結構強いっすね。コエンバスでも3発で挑戦ギリギリ。腕は物理、頭は魔法が通るようです。まずはこの状態で腕を潰しましょう。くしくも同じキャスト妨害虫。強力な物理カウンターよりはマシですが、早いと攻撃を潰さないと厄介です。
姉様、粘りますね。今までのボスならこの辺りで倒れていそうですが。ここは防御で要求です。軍手はやう気に頼らずば36系逃げるにしかず、防御7割全体で96ということは200近いアタックですね。クリティカルなら即落ちもあり得るでしょう。大分痛い。なかなかやるじゃない。でも倒せないんじゃどんな威力でもいるねんだよな。本当にしつこいですね。早く負けを認めて、どうぞ。6万、雑魚3戦分って書くと大したことないですね。一度は仲間として旅をしたノラお姉様でしたが、最後は下げ住んでいた地を這うネズミより下海底へと沈みました。末法の世は因果応報、人を呪わば穴は2つしかないから。これで残るは闇おばさんだけです。月と太陽と星を手に入れたオーロラちゃんは3つの光が1つの正義よ。遅かったのう。古代の虎はこのざまよ。次はもっと品性がねじ曲がってない大衆向けのアイドル姫様を作るんだな。娘の最後を前に血筋とはたまげたな。復讐に囚われるあまり目的を見失ってる。はっきり暴君なんだね。強いられてそうな対応ですね。慈悲深いようにはとても見えませんぞ。この状況でまだ上から目線、大した玉です。あ、あれは余命いくばくもないパッパ。今のオーロラちゃんを見て娘だと認識できるのかな。さすがラブ、これもラブ。成長した姿を見てもすぐわかんすねー。どうすっかな俺もな。新国王の座か水没しつつある公爵の座か選べって言われたらな。ここに残って悪性を打倒するわ。君子ごめん、もう会えない。最後の最後までパッパはオーロラちゃんの味方であり続けました。自分よりも民衆の最愛の娘のためな。涙が出ますよ。これはお母様ではなく、お父様の守護パワーだったのか。この旅の最中、ずっとパッパはオーロラちゃんを守り続けていたんすねー。あ、あれは天地魔塔の構え。見えた？見えなかった？スローにしてみる？ああ、カゴを失ったオーロラちゃんが闇おばさんの執拗な攻めを受け、今や低層の危機。あの場所へ、あの場所へ行きさえすれば。負けてしまうとは情けない。以前は精神的に追い詰められ気絶したようなものですが、
今回は真っ向から魔法を食らって倒されてしまいました。プレイ動画、ただ一度きりの、敗北。手をかざしただけで栄翔もなく雷魔法とか、シスの暗黒鏡ですかね。すいません、気の下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。ここは、森の祭壇ですね。RPG のデスルはこんな感じだったのか。てっきりも亡者が運んでいるものとばかり。む、貴様は不良品の笛を押し付けた森のレディー。大役に立たぬアイテムのせいでこのざまだぞ。どうしてくれるの？何の怒り？なんということでしょう。フードを外すとそこにいたのは、かつての若さのままのお母様ではありませんか。リサリサ先生かな？闇おばさんに負け封印され、復活した後は各地を転々とし、若返りのお薬でも作ってたんですかね。親子揃って、棒を加えるのが好きなんすね。もう何回八面に入り直したのかわかんねえな。時間かかりそうですかね。置いてけぼりを食らっていた仲間たちが自力で戻ってきました。デスルはお母様のパワーがないとできないから、多少はね。月と太陽は空と海の輝き、星はそこに住む人々の灯火。レムリアの輝きを取り戻したオーロラ姫が、真の王女として復活しますよ。するする。何の怒り？オーロラ姫復活、復活、復活。コスチュームは元に戻しておけばよかった。まあ本当はどうなってるか気になる兄貴は、ぜひ手に取って。これが計算プだと。姉妹丼は果たせなかったけど、親子丼でもいいよ。ところがどっこい、これが現実。感動の再会いいぞこれ。と行きたいところですが、まだラスボスが残っています。闇おばさんを倒さぬ限り、レムリアに明るい未来は訪れないでしょう。やっぱり手のひら返しをしたじゃないか。
どうしてそうお前はテンプレにだらしがねえんだおーん。じいさんまだ生きてたの？土地の譲渡書に母印をした？ネズ様は、別にいや。ここに来てルペラさんとトリスティスがはぶられました。なんでや、序盤助けてもらったやろ。なんかイベントをこなし忘れてるんすね。もし本当にはぶかれただけなら、悲しくない？そうでもない？まあそれはさておき、レムリアの命運をかけた一戦へ。いざ鎌倉。ついてこないぞ。式にたびたび出てきたシンベルは闇おばさんのご先祖だったんすね。そして彫刻を各地に残した探検家エリンが元祖レムリア王家になったと。このあたりを踏まえて式を読み直すと過去の流れがそれとなくわかるんじゃない？どう？成長したオーロラちゃんはすでに理想論ばかりを並べる子供ではありません。王者の風格漂う立派な指導者になってる。はっきり後継者なんだね。恐怖政治なんて競技流行らねえんだよガーン。種族も性差別もない明け透けでおっぴろげなレムリア、流行らせこら。バカ野郎お前、俺は勝つぞお前。さすがラスボス、お供の並大抵の火力ではありません。鍛え上げた完璧シトラスによる光をタッチ。このダメージならお供は流行って当てるでしょう。闇おばさんのカウンターは火力アップ。キャスト妨害とか物理じゃない分、オーロラちゃんにかけるブーストアイテムをどれにしようか悩んでいます。攻撃、あるいは素早さ、安定をとってごんよ。やっぱり素早さ。
素早さだな。ドーピングしますよ、スルスル。でもホタルのチェレン国交があるから平気平気。でもクリティカルは痛すぎるよ、頼むよ。前回から2発でレッドゾーンですね。管理を全部持っていかれてしまいます。押し込みたいところですが、さすがに危険。回復して時短を待ちます。こちらが魔法を選んだ途端魔法防御アップ。いい選択だけど、エース島が兵でも交代してるの。へへ、ちょうどキャスト妨害無効が切れてしまいました。やんなるね。魔法はさほど通りませんね。応援ガスにバトンタッチした方が良さそう。まずは防御、そしてキャストエリクターで一点攻勢で、防御の上から158かか。敵の数が多いとこの状況が頻発するのでいけません。ここでアイテムや攻撃を選んでも妨害で遅延するだけ。ようやく行動できますが、体力が厳しい。どうすっかな、俺もな。すみません、切りましたですけど、まだ時間かかりそうですよ。こちらのキャスト妨害虫を使ってきましたが、こちらも再装填。これで心置きなく戦えると思うよ。そしてようやく雑魚を一体出した。こうなれば赤は完全にあるのに、押して押して押しまくれまさにはやんればさんのに、鍛え抜かれたらしいの一撃やーってやるぜ。このままパパパッとやって終わり。リカレス剣使いかは腐ってもラスボスか。しかし高々140回復はそんなんじゃ甘いよ。
オーロラちゃん、なんだかもう達観してますね。この執事も、最後まで変な気を起こさずによく尽くしてますね。闇おばさん一回外悪い奴がいな。オーガがいた。オーストリアに突然こんな化け物が出たら、大混乱になるんじゃない？オーロラちゃんも成長しすぎだし、信じてもらえるのかしら。復活祭の日曜日に鐘が6回鳴りました。途方に暮れた人々は5つの丘の頂上へと向かいましたが、そこも水に飲み込まれようとしていました。凍てつくバラの花のように彼らの前に現れたのは、生き返ったオーロラと奇妙な生き物たちでした。半時も経たないうちに、人々はオーロラたちによって城の塔へと導かれていきました。人々が入った部屋では水が足元まで来ており、誰もが死を覚悟しました。しかしオーロラは微笑むと、驚く人々を鏡の向こうへと誘ったのです。そしてオーストリアには小さな島だけが残りました。人々はレムリアに安息を見出し、その未来を取り戻したのです。レムリアは再び発展し始めました。次はあなたの番です。冒険に旅立つ日が訪れるでしょう。さあ、日が消えました。夜は深く暗く更ける。まぶたを閉じてゆっくりとお休み。チャイルド・オブ・ライト、これにてクリアです。成し遂げたぜ。まず完走した感想ですが、素晴らしいゲームでした。短すぎず長すぎず、アイテム採取敵の攻め方さえ分かればすぐ対策ができ、なおかつウハウハバイバイゲームで上がる経験値が戦う喜びを感じさせます。動画にする都合で雑魚と戦いませんでしたが、オフプレイなら間違いなく戦いまくってスキルを覚えさせてますね。戦闘に添えられる BGM、 これもまた素晴らしい。フィールドの幻想的な曲との差が味わえて、実際見てみましょう。我らの主人公オーロラ姫、アイテム付けによるパワーアップで終盤には見事メイン火力になりました。もう少しスキル振りを考えれば物理マスターとして戦えたでしょう。可能性に満ちた幼少期と、アルクサギ属性、ショタオフサンピン。序盤こそ使いませんでしたが、最初から最後まで火力になる魔法使いです。MP が低いのがネックですが。